富士フイルムのデジタルカメラ製品一覧。富士フイルムのデジタルカメラ製品一覧は、富士フイルムの開発、発売したデジタルカメラ製品の一覧。デジタルカメラ以外のカメラ製品については、富士フイルムのカメラ製品一覧、写しるんです、インスタントカメラチェキを参照のこと。デジタルカメラの初期の頃に存在したシリーズ。クリップイット DS-20 カシオのQV-10 に対抗する形で発売された低価格機。世界初のスマートメディア搭載機でもある。全7機種が発売され、それ以降は低価格機種もファインピックスシリーズに名称統一された。2002年頃まで型番はアルファベットではなく数字で始まり、ズーム付きモデルは末尾に Z が付けられていた。スマートメディア対応。それ以降は名称の付け方が変わり、カメラの名前のファインピックスの後に続くアルファベット1文字で大まかな種別を表すようになった。発売当初はスマートメディア対応であったが2002年秋以降、XD ピクチャーカード対応に変わり、2006年後半頃から SD メモリーカードとの両対応となった。2008年以降の機種では SD、SDHC カードのみ対応の機種も登場している。大きな特徴として、スーパー CCD ハニカム及び EXR、CMOS と呼ばれる撮像素子を採用しているモデルが用意されている。ファインピックス 1700Z 初心者向けのモデルから、マニュアル露出機能付きの高機能ものまで多彩なコンパクトシリーズ。オート撮影を重視している。Κα60FD までの品番に FD と付く機種とΚα200EXR 以降は、顔綺麗ナビが付いている。ファインピックス F31FD、ファイル、富士フィルムファインピックス F200EXR01N2550.jpg サム、ファインピックス F200EXR ファインピックス F550EXR2005 年春に登場した本体の厚みを薄くし、縦置きの光学ズームレンズを搭載したスリムボディが特徴のシリーズである。一般使用時の傷つき防止のために液晶ディスプレイ窓に強化ガラスを採用している。Z250FD までの型番の後ろに FD と付く機種及び Z33WP 以降発売の機種は顔綺麗ナビが付いている。当シリーズでは Z5FD まではスーパー CCD ハニカムを搭載していたが Z10FD 以降の機種では通常の正方画素 CCD が採用されている。2010年発売の Z700EXR で久々にハニカム搭載機が復活した。2011年発売の Z900EXR からは F シリーズ同様 EXRCMOS 搭載機もある。ファインピックス Z2000 用のメガネやこれまでの平行法、交差法のような練習も必要なく、裸眼のまま簡単に立体視画像を見ることができるカメラフォトビューアー専用のデジタルプリントからなる快適な撮影をしたい人向けのシリーズ E グリップと呼ばれる手にフィットするグリップがついている。ファインピックス Z3 と同時期に発売された通常のズームレンズを搭載したコンセプトモデルシリーズ。撮影した写真を使用してパズル、ブロック崩し、迷路、シューティングの4つのゲームを楽しむことができる。ファインピックス A500 デジタルカメラの初心者向けに簡単操作で気軽に撮れる。機能を最小限に絞り、価格も下位シリーズに比べて抑えてある。機能を省略して価格を抑えたエントリーモデル。顔綺麗な美非搭載の機種もある。ボディ部分はニコンの OEM、ニコン回マウントを採用。上記の S シリーズとは異なり、初心者でも簡単に扱えるよう一部に通常のファインピックスシリーズの流れを組んだ機能が採用されているレンズ交換ができないネオ一眼のシリーズである。S8100FD までの型番の後ろに FD と付く機種及び S100FS 以降は顔綺麗ナビが付いている。ファインピックス S9000 2010年に登場した新シリーズ。防水、防塵、耐寒、耐衝撃機能を備えている。世界的な需要があるため、X シリーズが主力となった2013年以降も、商品展開が継続されている。雨天時の撮影や工事現場などでの使用に特化され、耐水性、防塵に優れたデジタルカメラ。ボタンも大きく軍手をしていても容易に扱える。2001年に富士フィルムアクシアから発売された同社発売のカセットテープと同じブランド名を持つコンパクトデジタルカメラシリーズ。液晶モニターはなく、ファインダーは光学式。レンズや解像度もファインピックスと比べてローエンドのためトイデジカメに近い。単酸アルカリ乾電池2本で動作し、デジタルカメラの入門機として位置づけられる。iPlayとカードサイズの超薄型デジタルカメラ。富士フィルムデジタルカメラ DS-7 PC ウォッチ2012年4月29日閲覧。富士写真フィルムがデジカメ DS-7 を正式発表。PC ウォッチ2012年4月29日閲覧。DS-8 をベースとして、Apple コンピュータと富士写真フィルムが共同開発した Apple クイックテイク200も発売されている。Apple がアメリオ会長の記者会見を開催、パワーブック3400、クイックテイク200を発表、富士フィルム、デジタルカメラの新機種、DS-8 発表、PC ウォッチ、2012年4月29日閲覧、富士フィルム、液晶なしの小型軽量デジタルカメラ、DS-10 を発表、PC ウォッチ、2012年8月30日閲覧、富士、デジカメ生産50万台を記念して DS-10 のスケルトンモデルを発売。PC ウォッチ2012年8月30日閲覧。未来技術遺産に世界初のクォーツ式腕時計やボトル自販機。朝日新聞。https://www.asahi.com アーティクルズ ASL8P6228 プルブッチ00。XHTML2018 年8月24日、閲覧。富士フィルム、シャッター優先、絞り優先 AE が可能になった、ファインピックス F11。デジカメウォッチ、2015年2月22日閲覧。富士フィルム、ISO3200 で撮影できる、ファインピックス F30。IT メディア、2015年2月22日閲覧。世界初。フル画素で ISO3200 の超高感度を実現。目に見える、そのままを写真にするデジタルカメラ、ファインピックス F30 新発売り。富士フィルム2015年2月22日閲覧。詳しくは、ステレオグラム参照。富士フィルム、顔検出機能搭載のファインピックス S6000FD。デジカメウォッチ2015年2月22日閲覧。デジタルカメラ、ファインピックス XP90 発売日変更のお知らせ。富士フィルム2016年1月28日20メートル、防水になったコンパクトカメラ、ファインピックス XP120、富士フィルム20メートル防水のタフネスカメラ、ファインピックス XP130、手のひらサイズのコンパクトボディに独自の画像処理エンジンを搭載。主要被写体認識や 4K 動画撮影が可能、25メートル防水、1.8 メートルの耐衝撃構造、摂氏10度耐寒、防塵の堅牢性能も備えた最新モデルデジタルカメラ、ファインピックス XP140 新発売、富士フィルム2019年2月14日。ありがとうございます。